はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。今日はね、のぼせトンマンを倒した時にもらった5つ星コイン、こちらでねガチャを引きたいと思います。5つ星コインはね特別なガチャで、まあ、最もねレアな妖怪が出やすいんで結構期待してます。どうだ、お、赤い玉が出ました。どうだ、これはどうなんだ。お、 A ランクマムシ行事が飛び出してきた。どうなんだこれは。まあ A ランクなんで、まあ、S ランクではないですけども、まあそこそこ強い妖怪なんでしょう。まあこちらはね次回から使っていきたいと思います。さあ、まだコインがあるのかな。お、ありましたね。なんだこれは、ドキドキコイン。これもねドキドキする特別なコインということで期待しています。さあどうだろう、どうだどうだ。お、なんだ、横取りが飛び出してきた。確かこれ持ってなかったか。持ってますね。持っているということで技のレベルアップですね。まあ微妙ですね。まあとりあえず喜んでいいんでしょう。さあもう一回ドキドキコインありますね。やってみましょう。さあ次は何が出るか。まあできればね持ってないレア妖怪が。お、今度はなんだ、青いボールが出た。お、焼き餅が飛び出してきた。 D ランク、こちらも持ってますね。技のレベルアップですね。微妙ですね。かぶりまくりということで、さあ最後の1回ドキドキコイン何が出るのか。さあ回しましょう。緊張します。どうだ、青いウィスパー、これはどうだ。また焼き餅ですね。かぶりまくりですね。微妙ですね。なんか技のレベルアップも微妙な感じで、まあしょうがない、こういうこともあるでしょう。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。